私二十歳セリザワールド。皆さんこんばんは。一応22ラジオ日本アイリス芹澤優のセリザワールド with you が始まりました。そんな1月13日は成人の日だそうで、新成人の皆さんおめでとうございますね。セリザワールドは20歳じゃないですよ。20周年も全然やってないですから、にしてもかなりやってる方ですけど。でもね、この今日きっと皆さん成人式に行って、まあ偉い人の話とか聞いて、まあ同級生とのね同窓会とかねえあったんじゃないですか。どうですか。私はね、中学の成人式がありましたね。その時も仕事デビューしてて、なんか言われました。男の子とだけはツーショット撮んないでくださいってマネージャーに言われてました。だから、でもどうだったかな、だから撮らなかったはず。撮ってたかな。でも言われたのだけ覚えてる。成人式行ってもいいけど、ちょ写真だけは気をつけてよって。だからもうはいはいって言いながらかな。でもなんかやっぱりユウの中学本当にヤンキーがめちゃくちゃ多い中学だったから、なんかたとえ芸能活動してる私でも、やっぱちょっとやっぱもう頭を鬼のように持ってる子たちの影に霞んでましたよ。もうそうだよね。なんか芸能人でさ、一応デビューしてたらさ、なんかはいユウみたいになるかと思うじゃん。全然みんなユウに興味ないから、本当にどんだけ頭を持ってるかとか、どんだけ派手な着物着てるかとか、そっちが勝ってましたね。なんなら私着物黒だったし、柄めっちゃ少なかったし、地味だったんですよね。でも私はその時は地味な着物にかっこよさを見出してたんですよ。でもまあね、着物はもうね、一生ものっていうかね、だから女の子は着飾りたい気持ちも非常にわかるしね。まあそれも可愛いんですけど。なんでちょっと今日成人した皆さんはね、もう今日成人した人はきっとこのラジオ今この時間に聞いちゃいないだろうけどね、きっとまだ打ち上げ中とかだと思いますけど、まあね、皆さんおめでとうございます。良い大人になってください。大人になって良かったことはって書いてある。良かったことはね、でも大人になってっていうか、今ちょうど25歳ぐらいまでよ。もう20歳になったばっかの頃はもうあんまり分かんなかったけど、これぐらいまで大人になると、なんか自分の善悪を信じられるようになってきた。これが最近の私の、あ、大人になってよかったなって思うこと。子供の頃ってさ、やっぱ誰かのいいが正解な気がしちゃうじゃん。なんかで誰かが悪いって言ったらそれは悪いものなのかって思っちゃうけど、大人になって最近自分がいいと思ったもの、自分が悪いと思ったものを、他の人がどうとか言ってとか知らんけど、それは信じようっていう気持ちになってきました。うん、まあ、それが大人になってよかったことですね。うんです。そんな感じです。じゃあちょっと成人の皆さんは、どんな大人になるんでしょうか。楽しく素敵に過ごしてください。そうして今日の放送はですね、私のユースリーダーファーストライブツアー2019ビビットアイコンタクトの感想メールをたっぷり読みたいと思います。もうこれは時空のお話です。もうすまん、ちょっとまあもう何週間前、もう3週間前ぐらいの話になるんですけど、まあでもこのラジオで振り返ってなかったのでね、ちょっとたっぷり読んでいきたいなと思います。ということで今日もあなたをセリザワールドに愛のコンタクトしたいと思います。アイリス芹澤優のセリザワールド with you、 M1422 ラジオ日本と M1197RKK ラジオ M1439 放送でお送りしています。アイリス芹澤優のセリザワールド with you。ここでアイリス芹澤優からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに私から伝えたいことがあります。私が卒業したアミューズメントメディア総合学院は、在学中からプロの現場を体験でき、現役のプロの声優講師陣から技術を学べる実践主義のスクールです。ただいま声優学科ではプロの声優とアフレコ体験ができるアフレコ体験説明会を実施しています。
ぜひあなたもマイクの前でアニメのアフレコに挑戦してみませんか。次回東京校体験説明会は1月26日日曜日に開催します。その他の開催日やゲスト声優の情報はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせない、アミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。アイリスの芹沢優がお送りしてきた芹沢ワールド with you 第342回目の放送もついにエンディングです。いやー嬉しいですね。いやこうやってあのね、こう来てくれたファンもですけど、友達とかスタッフさんとかがいいライブだねって言ってくれるとなんかイヒヒってなりますよね。やっちゃったみたいな頑張っちゃったみたいな。でもリベレーションは本当に演出も相まってなんか本当に思い出深い曲になりましたね。はい、ありがとうございます。たくさんメールもね。はい、じゃあちょっとお知らせ読んでいきます。まずはアイリスちゃんとしてはですね、今年の、3月4日にですね、アイリスの4枚目のニューアルバムをリリース決定しております。そして4月からは6回目のツアー開催決定です。しかもファイナルの公演が映像化することがすでに決まっております。そしてですね、2月の15日来月ですねに二次会ファンクラブイベント2020ウィンター開催決定しております。そしてニコニコでバラエティ番組ガチアイリスも配信中。そして私個人としてはですね、私のツアーファイナルの様子がですね、まあ、タイムシフトはね見れる回数決まってるんですよ。知ってました？ゆうもう見切っちゃって見れなくなっちゃっただからそんな人によ朗報です。今回はファイナルが映像化しますので、ぜひぜひもう何度も見たいっていう方はね、ぜひ私のツアーファイナルが DVD とかで出るのを待っていてください。その他詳しい情報はアイリスのオフィシャルホームページ、オフィシャルブログ、そしてツイッターをチェックしてください。この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ゆうちゃんの妄想タイム、ゆうちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆうちゃんの音楽隊、そしてまあ干支のコーナーもね、思いついたら送ってください。さらには普通のお便りもお待ちしてます。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用のツイッターもあります。チェケラー。詳しくは番組のホームページは大人になったら覗き込めるんだよ。成人だからね。ということで、1422ラジオ日本がお送りしたアイリス芹沢優の芹沢ワールド with you、 お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなを I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、商売ロックのアニメ始まってるんで見てください。